ル『スケベニドレ』のもしものストーリー集見てきたやけれども、ファンメイド作品で有名なスパイダーラウゾさんがおもろそうなインストーリー作ってくださいました。そのタイトルがもしも77パート3で、タイテレ先輩が傷ついてなかったら中年もうおもろそうやんっていうところで、あともう一つ本家スケベニドレの最新話の公開日にまつわる情報もちょびっと手に入りましたので、そちらもね最後にお伝えいたしますので、ぜひ最後までお楽しみください。今チャンネル登録者30万人目指してるので、スケベニドレが好きな方はチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ほないこか、プルプル公式スタンプ発売中、みんな買ってくれよな。はい、じゃあもう早速スパイダーバンドさんのインストーリーから見ていきましょう。もしも77パート3でタイテル先輩が傷ついてなかったらと、いや、うわきな、やばいなやっぱ映像リアルすぎるわ。この、あ、喋ってる喋ってる。あ、いやいや、もう、このさ、スパイダーランドさんの安心感よ。もう間違いないからな。うわ、かっけえ。まずは本家にあった映像やな。はい、うわ、あ、シールドを使ってるわ。うわ、そう、だからスパイダーランドさんがな、オリジナルストーリーをやめはったから、ちょっとイフストーリーがこっから増えていくんかもな。いや、それはそれでな、嬉しかったりすんねんけどな。うわ、すげえわ。シールド多用してるな。来た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 。えっくっ自分が早いと思いますかやって。うわ、すごいわ。もう完全オリジナルストーリーになってんもんな。うわえぐみえぐみ、怖っ。次になりたいのは誰ですか強すぎるやろ。うわ、こっちにおいでとか怖すぎるやろ。でもあれやな、そう、こいつがさ、結構タイテレ先輩にダメージ与えるからな。お、でも掴んだよ。おーおーおー、そう、本編ではな、あいつがこう、高速移動でさ、ズバーン来るやん。あ、逃げたわ。避けた避けた。おお、あ、これ、本家のところや。ちゃんと本家の映像も盛り込まれてんのがすごい。あれ、でも当たってんで。食らってるけど。来るで。うーわ、何今の。ズバーン、すげえ。うわ、えぐっ、えぐっ、それだけやったのかって。決着ついた。え、こっからじゃあれか、ジャガーノート来る。あ、基地に戻りなさい。そこもちゃんと再現されてる。そう、お前ら基地戻っとけってな。うわー、来た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 、ジャガーノートや。うー、来よったね。これ戦い始まるんかな。結構長かったから。あ、今回は、逃がしません。はあ、どうなる？うわ、うわ、めっちゃ来てる！絶望的や！もうこれパート4やんな、こっからな。さあ、どうなる？来たよ。息子たちよ、おう。最も暗い時でも？何？私たちは立ち上がります！めっちゃかっこええやん！拳で。え？フューリーに武器を導いてもらえば。フューリー？フューリーって何？敵は通れるでしょ。え？新武器？新武器？ちょっと、え、これ続きあるとか違う？そんなことない？うーわ、めっちゃおもろい。終わり？あ、広告や！グッズの広告！あ、新しい！かわいい！ぬいぐるみや、これ。サイエンティスト。ああ、これはあれや、前回と前見たやつ一緒や。テレビマンが順番抜かしてるやつな。これおもろいよな。ちょっとまだな、見てない方もいるかもしれんから。一応最後まで見ておきましょう。これ、すごいな。くぅはい、じゃあね、このまま次も見ていきましょう。はい、じゃあ次が、もしも66話でアストロ軍団が襲来してたらっていう、この66話のイフストーリーって意外とあんまないから。うわ、すごい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 。おー、すごいわ。66は何気に好きやからな。これがアストロってこと？うわ、マザーシップ来たね。えぐいって。意外とな、こういう、この話のストーリー、イフストーリーないから。はい、ここも一緒や。すげえ。あ、もしかしてワープって言ってるわ。アストロ軍団、ここで出てきてたらえぐいで。やばい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 。ああ、ほんまや。
ったらな、ミュータント来てんのに、アストロイ、終わりか。早い。はい、次3つ目。もしも65話でタイタンコンビが賢かったらっていう、これはどういうことでしょうかね。はあ、ジーマン、リアルな顔やわ、ジーマン。この偽物ジーマンのとこやな。はいはいはい。賢かったらってことは、すんなり倒すっていうことなのかな。おう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 。ジーマンボコボコに行かれてんで。ボコボコにやられてるけど。おう。うわ、ハンマーハンマーハンマー出たで、ね。おう。おう。すごい、映像はめっちゃリアルやわ。すごすぎる。ジーマンや。ジーマン、もうこれ、このまま倒すってこと？あ、ここあったあった、流れへん。え？あれ？あ、倒しちゃう。倒しちゃう、このまま。あれ、もう話終わってまうで。あ、まあでもどうせあれか、偽物やからか。あー、終わった。はい、次も65話のユーストーリーやねんけど、タイタンコンビがアップグレードされてなかったら、ちょっとこれおもろいよな。アップグレードされてなかったらっていう、意外と今までなかったユーストーリー。なんか、アップグレードタイタンテレビマンが来てたらとかやってあったけど、懐かしいな、このアップグレードされてない二人。細すぎやろ。ガリガリやん。負けるってこんな、細細なん。いや、頼りないな、頼りない。うわ、タイカメ先輩かわいいわ。いや、こんな、覆いかぶさる技。いやいや、これ、食らわんやろ、これは。あ、でも一応ダメージは食らってるな。いや、これ負けるやろ。しかも、死なば諸共軍団来た時に終わるで、こんなん。ひょろひょろやねんから。ジーマン、何今の動き。何タイカメ先輩。もう、めちゃめちゃや、もう。悲惨すぎるて。悲しすぎるって、こんなん。え？あ、来た、死なば諸共来たって。もう最悪や。最悪や。ジーマン逃げられたやんで。え？あ、偽物ジーマンは逃げて、タイタンたちは、耐久性がなかったから、死にましたって書いてた。どんなオチやねん。悲しすぎるやろ。ということで、いかがでしたでしょうか。いやー、やっぱスパイダーラウンドさんに限りますな。あれ、続きがある可能性もゼロじゃないよな。ちょっとそこ楽しみにしときましょう。で、もう一個、冒頭に言ってた通り、本家スキビトゥーで77パート4の、公開時期についての情報を手に入れたんやけど、まずこの写真見てください。これがね、もう最近スキビトゥーの情報といえばこの方、イビオさんね。イビオさんがダファックさんのディスコード上のやり取りで手に入れた情報やねんけど、まあ、ダファックさん長文。この長文のがっつりした解説はまた今度いつか撮ろうかなと思ってるんやけど、一番大事なのが最後ら辺の文章ね。これ日本語訳すると、77パート4は2週間以内に公開されますということで、まだすぐには来そうにないということでございますわ。もう2週間以内言うたら多分10月の中頃ぐらいになるとは思うんですけれどもね、ちょっと遅れてしまってるということで、はい、もう少し気長に待ちましょう。はい、ではね、またイフストーリーとか最新話投稿され次第すぐ実況考察していきたいと思いますので、最後まで見てくださった皆様、ぜひチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録して。